こんばんは。今日は、えー、2024年11月16日の夜です。今からですね、えー、原種チューリップの、えー、クルシアナという品種を3種類植えたいと思います、えー。他にも2種類ほどあるんですけれども、今回はですね、クルシアナという品種に特化してお話ししたいと思います。えー、原種チューリップの中には、 あのいろいろありますけれども、まあ一番原始的なチューリップっていうのはですね、このクルシアナっていう品種です。英語で書くとこういうふうに書きます。T っていうのはチューリップのことで、クルシアナっていう品種です。これが一番原始的なチューリップで、えー、もうだいぶ三、二週何年、七年ぐらい育てています。で、これが日本に入ってきたっていうのは1997年ぐらい、まあ。 お店に並んだのでそのもっと前にですね、えー、クルシアナの亜種の、えー、クルシアナクリサンタという品種がですね、まあ、こういうスペルですけどもこれもクルシアナ属ですけれども、えー、これは1992年か3年ぐらいに私がお店で、えー、3つだけ買ったのが今このようになっています。これはかなりの人にプレゼントして しかも、まあ、これだけ増えてますでですね、まあ、一番育てたかったのはこのクルシアナというただの単純な品種なんですけれどもなかなかこれが手に入らなくて私が大阪に住んでた1996年ぐらいに一回大阪で買ったんですけれどもそれはクルシアナじゃなくてクルシアナシンシアという品種でした。でこれは買って、まあ ちょっと違う花だったのでがっかりしたのでまあこれはちょっともう手放してしまってまあ九州の方にたくさん送ったんですけども九州の方のそのチューリップがですねまだ残ってたので多分これはクルシアナシンシアじゃないか日本語ではこうですねクルシアナシンシアえクルシアナシンシアじゃないかと思ってこれをもう一遍育ててみようかなと思って九州から持ってきました。でこの3種類について植えたいと思います。 で、植木鉢はこんな23センチぐらいの大きさと、まあ、これは小さいので、小さい、えー、鉢を <laughs> 準備しました。今から植えますけれども、えー、球根の下の方には、えー、こういうマグアンプ系というのが入っていて、用土はですね、腐葉土が3、赤玉土が7ぐらいで、 マグアンプ系はですねだいたい 5g5g2g ぐらい下の方に混ぜた量が入りますで今から実際植えていきたいと思いますが球根の下にはマグアンプ系が、えー、あ,りあって球根の上はマグアンプ系の肥料が入ってない状態にします早速こう入れていきたいと思います、えー、植える植木鉢はちょっとあの網と でここはマグアンプ K がですね入った状態ですねで球根クルシアナの球根っていうまあチューリップ全般的ですけれども全般的に言えることは深く植えるっていうことがコツですねグラジオラスなんかはもうほんと浅く植えるんですけれどもチューリップに関してはかなり深く植えるっていうのがまあ大切です この中にはマグアンプ系が入って腐葉土が3赤玉土が7の割合ですこの球根の上に球根にですね直接肥料がつ、えー、かないようにっていうことで このように球根から下の方に肥料がいくようにしています。これもちょっれよ均等にこう入れました。こんな感じですね。で、この上に直接、えー、球根を植えるんじゃなくて、えー、この上に植えるの、あの、ちょっとょ表面に肥料が。 残っているので、ここにはですね、赤玉土と、赤玉土が7、不要土が3の溶土をですね、これ肥料が入っていません。赤玉土と不要土だけですから、これはマグアンプ系入ってない状態です。で、この土を少し乗っけます。これにも乗っけます。 肥料が直接球根に触れないように土を土の層を作ります。こうすると土肥料と土があ肥料と球根が、えー、と直接つながらないように、えー、接触しないようになります。 で、これがクルシアナです。で、これがクルシアナクリサンタ。で、これがクルシアナシンシアですね。ちょっと名前が似てますけれども。で、これにどんどん植えていきます。今回120グラムぐらい植えたいと思います。だいたいこう2、3センチぐらい離したらいいというふうに言われますけれども、 この品種に関してはもうかなり密集して植えても大丈夫だと言えますので今までの経験上これ全部植えても多分大丈夫です植えた量の1.5倍ぐらいのしっかりした球根が得られますのでまあ本当にそのようにして毎年植えてます クルシアナクリさん、これはクルシアナですね。で、こんなに密集して植えても大丈夫な理由が一つあるんですけれども、えー、クルシアナっていう球根はですね、他の球根と比べるとあの全然違う性質があります。で、実際こんな風に普通の球根、あの園芸の品種の球根に比べるとかなり 小さいです。で小さいがゆえにですね、えっ、ー、と、他の普通の園芸用の球根にはできないことができるんです。というのは、この球根というのは、えっ、ー、と、芽が出るまで自由に土の中を右や左に、多分上下もだと思うんですけど、動き回ることができます。なので、こんなに密に、えー、球根を植えたとしても、 こう自分で好きなところ上に行ったり下に行ったり右に行ったり左に行ったりしてですね自分のの居心地のいいととこころを見つけることができますなので、えー、あ,のあらかじめこう並んでても自分で再配置されますので、まあ、あんまりこう影響ないあの普通の球根 まあ、ちょっとこんなことしてもダメなんですけど、この品種に関しては大丈夫です。でも、こんなのもあとはもう後をばーっと入れればいいです。と、今度は、クルシアナ、クリサンタですね。これもちょっと上に入れてい行きたいと思います。ちょっとこの知性が、ちょっと腰に痛いですね。まあ、これが、私が一番最初に出会った原種のチューリップです。上にこう、 ふさふさしたふわ。これ結構面白いですよね。クルシャーナ族の球根には全部こう。上がこう。ふさふさした綿みたいな綿毛があります。で、注意しなきゃいけないのは、あの球根が動くっていうことは？違った品種を例えばフラプランタに、えーに右と左に半分ずつ。別な品種を植えたとすると。 あのその境界線のところはもうかなり入り混じりますのでまあこの3種類あるんですけれどもクルシアナ属は決して同じ鉢には植えたらあの植えない方がいいということですねつまりあの動き回るのであのコンタミっていうか混ざってしまいます。なので必ず プランターンでももしあのどうしてもプランターに植える場合だったらもう球根が移動できないように真ん中にこう板を入れるとかまあその程度しないとこうきれいにあの分離した状態で咲かせることはできませんまあそれがですねこのチューリップの特徴ですこれこんなにこういっぱい植えてもですね大丈夫です チューリップというのはですね例えばさっきバッと入れましたけども動きもあるので、えー、上下が逆さまになっててもあの,自由あの修正する能力がありますのでまあこういう小さいものはもうバラバラっと入れても大丈夫ですちょっとであとはこっちは多分これはあの実家の九州から持ってきたんですけども多分この それ1個ぐらいは苦し穴シアじゃないかひょっとしたら苦し穴クリサンタも入ってると思いますがこの3つに願いをかけて、えー、植えたいと思いますでこの上に、えー、肥料の入ってない土を入れます これも入れますかね吸根を植えた後はですね1週間に1回ぐらいは必ず水を与えますそんなにたくさん与える必要はないですけれどもあのこう芽が出るまで全く水を与えないということはし,しないようにして必ず水を与えてですね、えー 芽が出てくるのが大体、クルシアナが一番早くて1月の初め、その次がですね、クルシアナ・クリサンタ、その最後にクルシアナ・シンシアじゃないかなと思います。花の咲く順番もクルシアナが最初に咲いて、クルシアナ・クリサンタが2番目で、クルシアナ・シンシアが3番目だと思います。クルシアナ・シンシア、クルシアナ・ はですね、まあ、今までこう、たくさん動画説明してきてますので、まあ、あの、外側がピンク、内側が、外側の3枚がピンクで、内側が白ですね。で、えー、開いた時には真っ白い花に見えます。で、一方、クルシアナクリサンタはですね、えー、っと、花びらの3枚の外側が赤っぽくて、で、内側は黄色です。 で、クルシアナシンシアはですね、えー、っと、そのピン、その、あの、黄色い部分がちょっとクリーム色っていうか、ちょっと優しい黄色で、これは、これでちょっととても綺麗なので、まあ、咲いたらちょっとまた、あの、わかると思います。まあ、このようにしてですね、土を入れて、で、今から水を与えてベランダに置きます。 えー、植え付きはこんな感じですこの他にですねあのトルケスタニカとマキシモビッチとそれからアクミナートも同じようにして植えてまた並べていきたいと思います。えー、今回はですねあのクルシアナ族3つですね原始、えー、原種チューリップの最も、あのー、原始的なチューリップ。 についての植え付けをちょっとやってみました。今から先ですね。開花するまでも、ちょっとこう、どんどんこう、あの、紹介していきたいと思います。えー、たった三個か四個ぐらいから、もう数十年育ててますが、まあ一回も球根、あの、買い足すこともなしにここまで来てますので、まあ本当に経済的で、増えた分も友達に紛られますし、まあぜひあの、原種、原種チューリップ。 原種ですね。原種チューリップの魅力を皆さんに知ってもらいたいなと思います。えー、以上で終わります。